はい、どうぞ。いただきます。おいしい。おいしそうだねこれね。ワンズタイムではワンコと一緒に楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズと館山南房総車中泊ぶらり旅。駅長がさかなクンで有名な渚の駅館山へ。館山渚食堂で激うま海鮮料理に大興奮。木村ピーナッツでは絶品ソフトに出会いました。おいしい。おいしい。はい、ということで白山公園、素敵な公園でした。次はね、渚の駅館山。はい、さかなクンが駅長やってるとこですね。そこ行ってみましょう。なんかね、さっき編んでたんだけど雨降ってきたね。で、なんかテラスがなかったらまずいから、まあ、ちょっといろいろ考えてみますけど、これからの雨具合でね、状況を考えて進んでいこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、渚の駅館山。はい、もうすぐ到着です。先ほど通ってきたんだね、来るときにね。はい、場所はもう分かってるので。名前がいいですよ、渚の駅ってね。まあ私たち道の駅とかいろいろ回ってますけど、千葉もね、いろいろあるんですよ。渚の駅とか海の駅とか草の駅ね。はい、なんかいろいろ駅がありますよね。この渚の駅館山ね、お土産とかも売ってるみたいですね。はい、さかなクンのなんかグッズだったり、まあ、駅長さんですからね。で、なんかあの桟橋があって、桟橋歩いてなんか散歩するのもね、ちょっと観光スポット的な感じになってるみたいですね。はい、そういうのもいいなって感じがします。はい、では行ってみましょう。渚の駅館山です。はい、入り口向こうからですね。観光バスが来てるぐらいなんで結構な混んでんだね。はい、はい、到着です。渚の駅館山です。到着です。はい、館山の渚食堂行ってみましょう。ちょっと雨が降ってきちゃったんでね、テラスが無理かもしれないので、ちょっと先にワンズお留守番で行ってみましょう。海のマルシェ館山って書いてますね。展望デッキになってるのかな。あ、すごいな、綺麗だな、展望デッキ。あ、展望デッキ素敵です。あ、屋根ある。あるあるね。はい、じゃあ大丈夫だ。ちょっと雨降ってきたのもね、残念ですけど、今ね、テラス席がね、座れました。ついさっきね、雨が降り出してきて。はい、でもここね、ほら上にね、これ傘があるので濡れないですね、テラス席でも。それが分かったんでね、ワンズも連れてきましたね。ワンズ、はい、ここでお昼ご飯です。いやー、でもね、ここからの景色綺麗ですね、展望デッキ。いやー、いいな、ここ渚の駅。やっぱ海のものがいいかね、うん、当たり前か、うん、まあほぼほぼね、海のものを食べようと思って来てますが、はい、クミさん洗濯中です。はい、ということでクミさん何しますか。なめろうひつまぶし御膳。はい、こちらのね、なめろうひつまぶし御膳を久美さんは注文します。はい、なんかね、梅と竹と松があってね、ちょうど梅がいいよね。うん、梅がいい。久美さんウニが食べれないので、はい、ちょうどいいかもしれません。じゃあ梅のね、コースを頼みます。梅だとなめろうにイクラが乗ってるの、うん、お、いいね。なんかもう好きなもんばっかじゃん、なめろうというかね。そう、はいはい、ということでね、私はね、手仕込みアジフライ御膳を頼みます。いやね、アジフライはあのね、ここ最近千葉の旅をしているといろんなとこに食べたんですよね。道の駅保田町、あそこのアジフライも美味しかった。
はい、なめろうも食べたよそこで。そうね、うん、黄金アジフライだっけ、うん、あとねアジフライといえば道の駅ちくら塩風王国で、そこでもねアジフライ美味しかったんですよ。なんでね、なんかねもうなんか立山に来たらなんかアジフライっていうなんかこう体に染み付いてきて、もうそれが食べたくなっちゃうんですね。はい、なんでここでもアジフライ食べてみたいと思います。ここはね犬連れ OK で、今ねちゃんとシートを下に引いて、ワンズもねここでのんびりしてます。ちゃんとねマット引いてるからね安心だよ。はい、アメロー到着です。おー、なんか豪華、超豪華です。これご飯おもりでもよかったかも ね、すごいねこれ、すごい超豪華。はい、ありがとうございます。手前が醤油と塩ポン酢になっておりますので、はい、お刺身つけたお召し上がりください。はい、醤油と塩ポン酢、うん、なんか、ね、豪華なお昼だな。普段の食事はね質素なんですけど、こういう時はね奮発しましょう。なんかワクワクするね。ワクワクするね。なんかワクワクするね、うん、もういいか。何、キュウリ、キュウリ、クミさんキュウリ嫌いだからね、ちょっとキュウリが入ってます。はい、ちょっと待って、難しい、はい、あ、こぼしました。ご飯が落ちちゃった。何ですかそれは、クミさん大失態。いっぱい入ってるからさ落ちちゃうんだよ、うん、美味しそうですよ、すごく。なんかあんまり上手に装えない、うん、難しいね、うん、いくらものしときたいよね。ん、いくらものしときたい。もうこんな感じでいいかも。そうね、オッケーオッケー、ほら綺麗にできた、うん、いただきます。まずは、まずは普通に食べ方がね、うん、ままいろいろ乗ってて、わさび醤油はお好みでだって、はい、美味しそう。いいね。はい、どうぞ。いただきます。おいしい。おいしそうだねこれね。普通に美味しいよね。おいしい、うん、絶対美味しいと思うよ。すごい美味しい。すごいすごい美味しい、うん、あ、なんかいくらもポチポチするし、あ、よかったよかった。なめろうが美味しい、うん、お醤油はね、いらない。あ、醤油いらない、うん、もうすごい味ついてる。2杯目ですね、久美さん、うん、はい、柚子と薬味を加えて、はい、2杯目ですね、柚子と薬味を加えて2杯目。いいね、こうやって食べ方、何種類も食べ方があるとなんかいいね。すごいなんか香りがまた変わるよね、うん、また違った料理っていうか。いただきます。はい、おいしい、うん、うん、全然違う、全然違う。あ、柚子がすごい。柚子違う。うん、すごい香りが。いい。いい。ああ、いいな。おいしい。やっぱ香りも楽しむのっていいよね。なんかさ、うん、食事ってさ、うん、味もそうだけど香りも大事だよね。うん。うん、うん、うん。美味しい。ふわっともう柚子が。あ、ふわっと柚子きた。うん。あ、よかった。3杯目のための楽しみ方、うん、はい、味なめろうを入れてごまだれ、はい、うん、え、違うの、マダイを乗せて、はい、ここにねマダイもあるんですよ。マダイを乗せてお茶漬けするの、ね、ほら見て、うん、ほら美味しそう。ほらマダイも美味しそう。ほらマダイ美味しそうだねこれね。これいいね、マダイを乗せて乗せて、はいはい、あ、すごいごまの香り、いい匂い。ごまの香りすごいね、うん、うん、はい、乗せて、だしをかけて、だし、あれこぼれちゃう、ガーって入れちゃう、はい、はい、だしをつけ て、 入れてで食べましょう。じゃあこれでだね。そうね、はい、じゃあぐしゃぐしゃにしちゃって、はいはい、これは美味しいんじゃないの。もう見た目美味しいこれ、うん、やばいよこれ、絶対美味しくないわけないもんね。はい、どうぞ。やばい。うまい。タイが美味しい。タイが美味しい。やっぱタイ好きだよね、クミちゃんね、うん。タイも好きなんだよね。タイも好き。ね、まあ、キンメが好きだし、普通にね。美味しい。これは当たりだね。一気にごま味になった。あ、そう。うん、ごまがすごい。ごま風味がすごいね、やっぱね。うんうん、はい、クミさんご機嫌です。うん、ご機嫌です。クミ、はい、さんはね、美味しいものを食べるとご機嫌になりますね、うん、そうだよね、うん、はい、
まあワンズもそうだけど、美味しいもの食べるとみんな、まあね、誰しもね、美味しいもの食べるとね、勝手にご機嫌になるよね、うん、美味しいものが切れてくるとね、うん、不機嫌になってくる困ります、それはね、はい、うん、美味しいね、よかったよかったよかった、なぎさの食堂いいっすね。ということでね、私もアジフライ食べていきます。まずはね、レモンを、レモンちょっとね軽くピュピュッと、ピュピュッとソース投入です。でかけていきます、うん、はい、はい、はい、でいただきます。はい、アジフライ、おいしそう、うまい、めっちゃうまい、やば、超アジフライうまい、なんだこれ、激うまだよ、やば、すごいね、サクって、うん、サクサク、あ、うまい、やっぱアジフライ美味しい、中がね、アジフライの中ふっくらだね、ふっくらなんですよ、で外がねサクサク美味しい、これは美味しいわ、あ、来てよかった。はい、次はねタルタルで食べてみます。うん、タルタルうめえ、タルタル最高、タルタル生み出した人ってすごいよね、すごいよね、美味しいよね、うん、なぜこれを生み出したか分かんないけど、タルタル嫌いな人いないじゃないの、いるのかな、 いるかもしれないけど、タルタルソースってすごいと思うよ、しかもアジフライに合うね、うん、うん、うまい、サクサク、はい、それでお刺身もありますね。でこれが醤油が塩ポン酢と醤油、はい、どちらかにつけて食べますっていうことですね。これは何だろう、それはタイだと思う、ここタイだよね、うん、タイ、やっぱタイか、タイはこっちかな、食べてみます。あ、やば、おいしい、これは美味しいっすよ、これにご飯が、うん、うまい、はい、雨が上がったんでね、ちょっと展望デッキでね景色眺めましょう。はい、わーすごい、ちょっとクミちゃんここまでだな、おー結構怖い、うわーすごい綺麗、素敵です、すごいな、素晴らしい景色です。この展望デッキもね、恋人の聖地でした。じゃあどっかに金があるのかな、金あるのかな、ちょっと行ってみるか、ここはそんなに怖くない、さっきのところが怖い、なんでだろう、いやここまで来ちゃうと怖くないんだよ、途中までが怖いように見えるけど、館内はねペット入れないんですけど、このね展望デッキはね犬と来れるのでいいですね。で犬連れでご飯も食べれるし、もうちょっと暖かい季節になったらさ、なおさらいいですよね。あれはないみたい、ん、金は、金はないか、うん、ここ観光遊覧船があるんだ、うん、イルカだって、うん、遊覧船もね楽しいんですよ、うちもねだいぶ船のね旅してるんですけど、あの伊豆でもね船楽しかったな、うん、餌でしょ、うん、そう、カモメの餌やり美味しかったな、美味しかった、美味しくねえよ、楽しかったの、カモメの餌やり、カモメは美味しかったんじゃない、かっぱえびせん食べられて、はいはいはい、このベンチでご飯食べるのもいいですね、なんかね、うん、いいよねこれもね、うん、いいんじゃない、うん、見ながらパン買ってきて、怖くないんだったらパン買ってきて、これ食べると最高なのかもしれない、こっちはだって持ち込みしていいわけでしょ、いいんじゃない、
このベンチで海を眺めながらね食べるのもいいと思います。でもやっぱりここは怖い、直接海だからかな。直接海は見えるけど、ここまで来ると怖くないの。いや、ああ本当だでしょ。はい、そしたら海辺の広場行ってみましょう。あれ、これが海辺の広場、これ海辺の広場。あ、これ海辺の広場だ。ワンズはね、ちょっと入れないけど、はい、ちょっと待っててね。海辺の広場行ってみます。わ、すごい、なんかすごいよ。おー、イケスになってんのかな、これすげえ。わー、これはいいね、子供たちも大喜び。あ、ここにね、魚の種類が書いてあって、アコフグちゃん、アコフグちゃんかわいい、アコフグちゃんかわいい。これなんだこのアコフグのかわいさ、めっちゃかわいいんだけど。アコフグこっち来て。すごい、いやー楽しい。いろんなこう貝の標本とかね、いろいろあります。うわー、すごいな、これは。これは子供たちも嬉しいね。あ、さかなクンいましたね、ありがとうございます。さかなクンで、ここはね、今ね食事したとこと立山夕日桟橋っていうのがあるよね。はい、ここも結構ね夕日が綺麗に見えるスポットとしてなんか知られてるっぽいですね。今日はね雲をかかってて見れないと思うんですけど、ちょっと見学行ってみましょう。ちょっとね桟橋の方行ってみましょう。いやー、あの海のね、よかったね、水族館だよね、もうね水族館だった。あ、お魚いっぱいいた。さかなクン寄贈とかね、いろいろ書いてあって可愛かったね。可愛かったね。はい、ということでね、はい、桟橋行ってみましょう。400m ぐらい行くのかな。じゃあぜ。はいか。はいよ。はい。タクアップは？アップ。そう。カノ？カノ？はい、アップ。そう。行くよ。はい、タクと、はい、そう。はい、全員でアップ。上手ね。はい、全員でアップ。はい。こっから乗るの？ブルーフレイブって、あ、こっから乗るんだ。立山夕日桟橋。あれ、また恋人の聖地なの？うん。ここは高、立山夕日桟橋っていうね、そこで。このモニュメントがね、いい感じなんでしょうね。これは何なんだろう？ブルーフレイムで愛が生まれる。ブルーフレイム、これなんかあれじゃない？デュエットの愛が生まれる日みたいな。よくわかんない。生まれると生まれるかかけてんの。ブルーフレームは海ほたるがプロポーズする時に青く光る様子をモチーフにしたものですって。みんなじゃあ若い人はこれで愛を誓い合ってくださいね。はい、ということです。はい、ということで戻りましょう。はい、こちらがね、桟橋からの景色です。渚の博物館がありました。こちらでね、見学するのもいいですね。さかなクンのイラストがありました。なんかすごいな、さかなクン。はい、ということでね、今ね、この渚の博物館でマンホールカードがあるということで、今もらってきました。お、これすごい、さかなクン？そう。いや、どこにあんのこれ。で、それが、うん、今聞いてきたの、うん、これがうちね、マンホールカード最近始めてね。はい、これどこだろう、どこにあんの、わかんない。花壇の方って言ってたの。花壇を左にって言ったんだけど。あ、じゃあ外じゃん、外かな、うん、うん、外かもしれない、マンホールは、ね、うん、はい、マンホールありました。あったよ、これだ。はい、あった、マンホール。かわいいね。かわいいね。
はい、ちょっと上から見てみましょう。こんな感じです。はい、さかなクンマンホール発見です。今回誰で行く？はい、今回誰で行こうか。タクト？見つけたよ。はい、見つけたよ、タクト。あ、いいね、タクト。渚の駅立山の、渚の博物館は無料です。すごいね、やっぱり中がすごい、いろんなね、さかなクングッズとか魚の展示とかありますね。これはね、楽しいね。しかも無料ってすごいね。これはいいです。こうやって魚の勉強ができるのですごいよね。魚の形って知ってるようで知らないので、はい、名前と形が一致するのがいいね。あ、さっきあったマンホールあったよ。本当だ、さかなクンマンホールさっきね、取れました。さっきここあったじゃん。あ、ここあるよ。2つあるんだ。さっきね、あの外側の、ここ側のマンホールと言ったんだよね。うん、こっち行っちゃった、ね、中にもあるんだ。2つあるんだね。駐車場の方行ったところだね。へえ、さかなクン笑顔うまいからな。こういうのいっぱい見るのも楽しいですね。マグロあら、フォトスポット。うん、マグロちゃんだって。マグロと写真が撮れるよ、だって。はい、ちくみちゃん、じゃあマグロと写真。はい、マグロちゃん。はい、マグロちゃんはどうやって描かれるのが正解。こう。あ、それでいいんだ。こう、生きがいい感じ。マグロって生きがいいんだっけ。生きがいいからこうなるのかな。それって昔の CM みたいな感じ。なんかなんだっけ、鳩屋の CM だよ。そうだ、こうあの、年代言ってる人しか分かんないけど、鳩屋の CM。 はい、伊東に行くなら鳩屋じゃないの。ハトヤに決めたとか言います。なかなかいいね、このスポットね、うん、これぐらいが何、実寸大なのかな。そうじゃない、ちょうどなんか実寸大ぐらいのマグロがね、うん、これをガッガッって解体するんじゃないの、うん、すごいよね。これを解体するってやっぱマグロの解体所ってやっぱすごいんだね。へえー、すごい。すごいよ、マグロ釣り上げた人みたいな。マグロ釣り上げた人みたいになってるよ。意外と重いよ。だよね。天井にもお魚がいっぱいありました。これはかわいい。これはすごいな。これはね、見に来るべきですよ。あのね、展示物の中にね、捕鯨砲がありました。これね、道の駅和田浦和尾でもね、あった捕鯨砲ですね。これか、意外とかっこいいよね。うん、かっこいい。これでプシューって刺してドンと取るんでしょう。はい、すごいな、これ捕鯨砲で、こちらね、オサガメっていうの、うん、本物だよとか言う。でこれ本物の大きさなんでしょう。剥製。剥製。いや、すごいな。色は塗ってるんだろうけどね。色は塗ってるんだろうけど、大きさこれね、横にクミさん来ると分かるけど、ほら2メートルだって。2メートルだって、これはすごいよね。2メートル、すごい。ワンズタイム。はい、ということで今渚の駅立山楽しかったです。いや、食事も美味しかったし、魚が楽しめたしね、いろんな種類の魚見れて楽しかったです。魚が楽しめたってさ、見てよ、なんか美味しいよくて食べてよくて、ね、見て食べて全部いいよね。うん、それは良かったな。楽しかった。はい、ということで次はね、立山のあと有名店木村ピーナッツさんに行ってみたいと思います。はい、ということでね、木村ピーナッツさん、先ほどの場所から、渚の駅から車で5分ぐらいですね。はい、到着です。いやー、なんかね、もう立山いいとこ多いですよね。 ありました、可愛らしいお店ですね。はい、木村ピーナッツ、ピーナッツソフトクリームって書いてありますね。木村ピーナッツ到着です。可愛らしい店ですよね。ここはね、本当にテレビ番組もね、たくさん紹介されてるような場所です。キムピーのピーナッツソフト梅っぺ。ピーナッツまんじゅう美味しそうだね。うん、うん、いや、これ買っとこうか、うん、じゃあピーナッツまんじゅう、ピーナッツまんじゅう買ってきます。はい、
落花生大根美味しそう。いろんなね落花生のね商品がたくさんあります。ピーナッツソフト購入です。これ食べたくなったら湘南に行ったらいいんだよ、うん、そうなんですよ、道の駅湘南店があります。はい、こちら湘南店が近いんでね、はい、食べたくなったら湘南店行きます。はい、ということでね食べてみましょう。溶けちゃうんでね、早速、はい、早速ピーナッツソフト食べましょう。起きた、はい、ワンズも起きた。あ、かわいい。何ベロベロしてんの。はい、とも起きた。はい、じゃあどうぞ。すごいね、ピーナッツの匂い。いただきます。ピーナッツの匂いがすごいです。おいしい、おいしい、すごい、すごいピーナッツ。あのピーナッツのジャム違うな、うん、ピーナッツクリーム、はいはいはい、あるじゃん、はい、あれをなんか食べてる感じ、そのまま食べてる感じ、うん、すごいピーナッツ、おいしい、おいしい、これは良かったね。いただきます。うまっ。うまい、うまい、ほんとだ。ピーナッツ バターある、うん、パンにつけるやつ、うん、あれの冷たいやつ、いやいや、もっとうまいけど、すごい美味しい、これうまいな、うん、これは食べなきゃもったいないわね。なんだろうね、この美味しさ、美味しい、すっごい美味しい。これしかもこの1種類しかないんだよね、ソフトクリームね、うん、1種類でいいよこれ。あのバニラはありませんって書いてあるもうこれで勝負ですよ。美味しいものはこれでしょう。はい、木村ピーナッツのソフトクリーム激うまです。いや美味しい。はい、今日ワンズもねちょっとおすわけです。よかったね、アルト、ピーナッツだよ。高いところにいるからヤクト寝てたのに起きました。これは起きなきゃね、ちょっとだけだったね。はい、ワンズタイム、いかがでしたでしょうか。渚の駅立山で食べた海鮮グルメ美味しかったです。海辺の広場ではお魚を見学、木村ピーナッツのソフト激うまでした。次回は岡本桟橋で景色を楽しみつつ、車中泊の買い出し、絶品スイーツ店、パン屋、焼肉屋を巡ります。お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。